はい、どうもです。レトロゲーム大好き、エンターキング大好き、おやじでございました。先日ね、エンターキングが、軒並み閉店していくというね、全然閉店したか分かんないんですけども、先日矢柱店が閉店しまして、その後ね、和長屋店も閉店するってことで、その情報を得てね、最後の閉店セール行ってきたわけなんですけども、それと同時刻でね、実は近所の私が一番思い出のあるね、エンターキングも閉店セールをやってたみたいでした。後日ね、そのお店に行って、完全閉店ということを知って、で調べていくと、ツイッターの方でね、閉店セール、同時期だったかな、同時期だったと思います、一番最後のね。だったんですけども、で結局それからね、他のツイッターとか調べていくと、大体8月から9月をめどにね、どんどん閉店していって、先ほども言ったんですけど、全店閉店したかはちょっとわからないんですけども、キャプチーノ、調べていくとね、和長屋、鶴沢以外にもね、流山だとか、どこだっけかな、ちょこちょこね、あちこちで閉店が続いてるみたいで、で情報でね、本社の売り上げのあれでね、なんかちょっと畳、お店を畳んでるみたいですよってことで、今ちょっとね、ウィキペディアを調べてみまして、1993年にね、ブックキングっていう屋号でね、千葉県を中心に、オープンしました。ブックキング、今でこそエンターキングですけどね、昔はブックキングで、その頃からゲームなんかもやってたんですけど、その頃あったお店も、もちろんエンターキングにこう進化したお店もあれば、ブックキングも潰れたりとかで、その後ね、2002年にね、エンターキングに屋号がね、変更されたんですけども、残ったエンターキングもね、やっぱり何件か潰れていってましたね、徐々には。ただそれは売り上げがどうこうで問題もあったか、もちろんね、売り上げが良ければ潰れないもんね、あったと思うんですけども、その後ちょっとね、順調にいってるみたいなんですね、このウィキペディアを見たらね。2009年にはね、無料サービスを提供する新コンセプトをオープンしたりとか、2011年にはね、千葉テレアニメカーニバルの冠スポンサーになったりとか、いろいろ千葉で番組も持ったりとかね、エンターキングオンラインオープンとかね、どんどん軒並み上昇してってはいたらしいんですけども、2016年に社長が変わったみたいで、でその後どうなったかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、2019年、今年の7月にね、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しまして、2019年の8月にね、再建を断念し、破産手続きへの移行のため、東京地方裁判所から再生手続き廃止決定、保全管理命令並びに包括的禁止命令を受けるってことで、潰れていったのかと、お店がなくなっていったのかなということだったのでね、本当、まさかこんなことになってるなんとか思わないままね、やっぱり普段近いからこそっていうのもありますし、なかなか行かなかったのがね、こうやって閉店していくっていうのはちょっとやっぱり寂しいものでしたね。全店閉店したかわからないんですけど、今後ちょっとね、ドライブがてら、エンターキング残り店舗ちょっと寄ってみてね、やってるかどうか調べていきたいななんて思ってはおります。で、せっかくなんでね、もうエンターキングさん、和長屋店に行った時にね、1個だけちょっとね、購入してきました。千葉県ということなんでね、このロゴ知らない人多いと思うんですけども、ゲーム本だけじゃなくてね、おもちゃだったり漫画だったりね、 DVD だったり CD だったりとかね、トレーディングカードとか、いろいろ取り扱った店舗だったんですけどね、本当残念でございます、はい。でもせっかくなんでね、ちょっとこちらのね、その時ハードオフとかブックオフとかも行ったんで、ちょっとまずこちらからね、購入物としてはね、購入物としては大したことないんですけども、
ちょっと紹介していきたいと思います。まずはね、もう何冊持ってるのかな、ファイナルファンタジーの、ね、攻略本でございます。ただこちら、ワンダースワンカラーですね。すべての光の戦士たちをエンディングへ導く、108円だったんで購入しました。状態がね、まあまあ良かったのよ。はがきもね、綺麗なはがきちゃんがついておりまして、でね、まあ、袋閉じがあるんですよ。最終決戦第4章、そして第5章、勝利への道しるべ、こちらがね、両方ともね、袋閉じになってるんですけど、あ、ごめんなさい、よく言ったね。袋閉じはこの第4章の最終決戦だね。これはあの袋閉じが破れておりませんでした。状態はね、いいですよ、なかなか。 V ジャンプのやつですね。はい、もうね、いろんなね、攻略を持ってる。ファミコンだけじゃなくて、なんかまあいろいろありますわ、ということですね。で、続きましてがこちら。これはね、まあちょっと別に集めてるわけじゃないんですけど、いいかなと思って、復活ボンボンシリーズスペシャル、これも110円だけど108円だね。ナイト決定版ナイトガンダムカード出すクエスト、こういうのなかなか面白いんじゃない。カード出すとかね、ナイトガンダムかな、これね。カード出すクエスト第2弾のプロモカードを含んだ全59枚のパーフェクトガイド、土田名人も推薦ってことでね。カードもこれ名人がいいのかね、高橋名人とか毛利名人みたいにね。まあ、こう見るとね、あの伝説の巨人、まあ、ストーリーが載ったって、このカードが出てますね。まあ、こういう感じで、まあ、カードの紹介がね、百式かな。まあ、その59枚のカードの紹介がね、こう載ってるんでしょうね。まあ、カード出す持ってる、あ、これもね、ゲームで入手する限定カードを特別公開、特別付録ってやつがね、あの袋閉じなんですけども、これがまた開いてないね。同じ人が売ったのかな。なんでこれ買って開けないんだろうね。まあ、こういう感じでね、カードの情報がね載ってます。状態もすごい良かったんで、まあ、集めてはいないんですけど、読み物としてもね、こういう攻略本とかって面白いんでね、いいかなと思って購入しました。で、エンターキングのね、購入物ですね。まあ、雑談的なもので言ったんですけども、まあ、やっぱりね、70% オフだったかな、全商品ね。90% だっけ ?70% だっけ ?70% か。まあ、そこまでなってるんで、いいものはやっぱり売れてたんですけど、まあ、その中でなんかね、なんか思い出に買おうと思ってね、購入しました。多分これ持ってないと思うんだよね。スーパーファミコンのね、信長の野望覇王伝でございます。覇王伝持ってなかったと思うんだよな。まあ、状態は良さそうだったね、箱付きで。で、300円なんで税込み97円で購入したんでね。あれ、カッターがね、カッター持ってきたと思ったんだけどな。ちょっとお待ちください。まあね、好きなのよ、光栄のね、この歴史ものがね、まあ、三国志もそうなんですけど、まあ、信長もそうですよね。信長はね、武将風雲録、スーパーファミコンだと武将風雲録が好きかな。綺麗に開けようかなと思ったけど、いいかな。まあ、あるあるなんですけどね、このビニールの中に包まれてると綺麗に見えるんですけど、案外ね、袋を取ると汚いっていうパターンがよくあるんですけど、早速見ていこうと思います。あ、でも状態そんなに悪くないね、やっぱりね。それでは開けていこうと思います。ここも潰れてないですしね、ちゃんと耳もついてます。あ、結構状態良さそうよ。
はい、袋に入っております。あれ説明書がねえか、これひょっとして。袋に入っておりますね。焼けはないですね。端子部分は結構綺麗だな。はい。で、まあ、プラケースの割れはないかな。で、注意が入っておりますね。うん、状態はいいです。これでもなんか紙が入ってんのよ。あ、でもやっぱりないな。ないな。残念。説明書なかったな。説明書ないって書いてほしかったな。まずはね、まあでもね、この公演のチラシが入ってます。交流機の。交流機、そしてトップマネージメント2。ゲームボーイ版、ホイホイなんていうのもあるんだね。大公開時代2とか。こういうものがついてる。いや、説明書なかったか。続きましてはこちら。もう公演の説明書って言ったら分厚いからね。公演商品ご案内。こういうのがいいね。見開きに見開きで見開いていくやつだね。なんかパリッパリッっていうね。まあ、大航海時代とかね、トップマネージメントとか、まあ、三国志シリーズ、ウィーニングポスト、太鼓立志伝とかね、提督の決断、ジンギスカンとか、まあ、ゲームボーイのね、三国志のウィナガ、そしてスーパーファミコンの麻雀大会とか、まあ、いろいろこうあるわけですね。エアマネージメントとか。反対側もね、まあ、こういう感じで、まあ、チラシ的なものが、広告的なものが書いております。で、マップがついてますね。マップは結構綺麗だね。あ、こんな感じなんだね。長細いやつ。これ全国版じゃないな。全国版か。一応なんか潰れているだけか、横に。で、後ろにはね、コマンドなんかが書いてあります。はい。ってことで以上でございます。まあ、90円だったんでね。まあでも、ちょっとショックだったな。説明書は入ってるかなと正直思ってた。何も書いてなかったし。まあでも、状態も良かったんで、そしてね、まあ、エンターキングさんの思い出ということだったんでね。まあ、良かったとしようかな。なんかね、ゲーム CD とかもあったんだけど、やっぱり FF だとかそういう新しい系のだったね。レトロ系のやつがあればさ、ゲーム CD なんかもね、買おうかななんて思ったんだけど、まあ、でも箱はまあ綺麗よ。うん。じゃあ説明書どっかであったら説明書買えばいい。しかしさ、寂しいものだよね。形あるものはね、いつか失われるわけですけども。思い出深いね、お店だったからね、千葉限定っていうこともありましたし、いまだにちょっとね、足を引きずっておりますが、どうなんだろうな、1店舗、2店舗ぐらい何かしらで残ってくれると嬉しいんだけど、まあ、会社の方のね、こともありますし、私がとやく言うことではないですけど、まあ、エンタキングさん、本当にね、いろんな思い出、結構ね、買ったりだとか、売ったりだとかね、お世話になりましたよ。うん。とても私の人生の中でね、楽しい思い出として残っております。今までお疲れ様でした。またね、お店があるようだったら、またね、顔出したいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、また。コンティニュー。